ああ、ここだ。ここでいいですか。大丈夫ですか。これこれこれだわ。なんかおどろおどろしいっすね。間違いない。電波あるか大丈夫っすね。ここなんか山ビルが、あ、この橋じゃない。これこれこれ、ほら上橋あるでしょ。ああ、これか。うん、これ渡るんだ。このなんかこの公園ね、山ビルが多いらしくて、ええ、公園の入り口になんかあの塩水だか酢水だかわかんないけど、かけるスプレーが置いてあ、箱の中置いたんだけど、うん、でもなんか猿がいたずらするみたいでそういうことが書いてあって、猿の可愛い絵が書いてあって。ダメじゃないですか。もうちょい上まで行きましょう。どっから入ってくるんだろう。なんかその辺にですよ、ね、あのバス停があって、そこにこの時間だから止めさせてもらった。あ、それか、これかな。あ、これだこれだ。ここに止めさせてもらった。これが一番いいでしょ。一番いいっす。あ、これバス停じゃねえな、うん、あ、バス停じゃねえわ。なんだろうこれ。いいわ。あ、止める場所、うん、じゃあここで、うん、一服してから行きます。一服するわ俺。どうぞ。ええ、うん、一服しちゃうわ俺。じゃあこれちょっと軽く準備しちゃう。あ、なんか車来た、うん、よいしょ。猿が出る。ちょっと準備しますね。そう、僕の運転です、はい、荒々しい僕の運転です。
しょっと、よいしょっと、感じますよ、来てます。この岩子覚えてる人いるかな、この七沢公園の岩子を覚えてる方いらっしゃいますでしょうか。ちょっとご説明をお願いしたいんですけども、何が出るんですかね、男性ですかね、女性ですかね。猿じゃねえかな。猿っすか。だってさ、猿に注意って書いてあるからさ猿に書いてある。いや俺の車は全然いいよ、だってシートにヒーターついてんだぞなんかね、当時そのリスナーさんにやっぱりどこどこ心霊スポットだよって言われて来たんだよね。何？ちゃんとイメージカラーで発売。何が？マスターグレード？あ、こんばんは。どうもこんばんは。トイレが近くにある？トイレが、え、あれなの？その、ゴーストスポット。かっこよく言ったら、こんばんは。心霊スポット、まあね、準備 OK、 うん、OK だぜ、いけるぜ。橋見える？そこちょっとまだ遠くて見えないか。 Wi-Fi 忘れた。 Wi-Fi 車の中だわ。危なかった。 Wi-Fi 忘れてた。いてっいてっ、ぶつけた。オッケー、オッケーだぜ。はい、チャージして。トイレ走ってみる。トイレ、トイレ、トイレ行くの？トイレ行く？まずトイレ行そこに橋あんだけど、すごい高いんだよあれこれ欄干低いんだよ。橋の上誰かいますか。嘘だ。あ、本当だ、いる。あ
れ人じゃないですか。人でしょあれ。え、なんで真ん中立ってるあれやばくない？ちょっとビデオで確認できる？そっちの。え、あれ人だよね。え、やばくない？真ん中だよねあれ。なんか反射してますかね。カメラだとどう？なんか反射してます。反射？人じゃないの？人じゃないです。なんだよ。なんだよ。ちょっと行った方がいいんじゃない？でも。止めた方がいいんじゃない？ちょっと、いやちょっと待って、あれ止めないと、人だったらやばいじゃん。あれ人だったら止めないと。タブレット動かなくなった。なんで？再起動します。なんだこれ。タブレット壊れた？磁場だな。磁場の影響だ。ここどこ？公園。何公園だっけ？七沢公園だっけ？なんだっけ？ヒーローね、走ると転ぶ可能性あるから。これだね、模擬の架け橋。おくしょ、後ろから声するから何かと思ったら、あ、いや、いないね。人じゃなかったか。大丈夫だ、人じゃねえな、いないわ。ここになんかあんだわ、落書きが。確かここに落書きがあんだよ、確か。いないね。その看板か、これか、これが人に見えたんだ。これね、結構高いっすよ、怖いの。わかるかな、これ。これ道路ね。これ落ちたら死ぬよね。あ、これ。今の俺。彼女に会いたい。あ、そっちから始まった？これ始まり？これ始まり？始まりですか？どこが始まりだろう？あ、これかな？あ、これだ。あ、これだ、これだ。これ。これ。どれが最初だ？多分これだ。これ最初だ。これだ。これ。今の俺、女に振られた。アスレチックで気を紛らわし、今の俺学校サボってタバコ吸い、柿食った。今の俺恋をしている若気の至り、頑張ろう TK。 これ矢印あんじゃ、これ矢印やると、ほらこれ、はい来た。今の俺女に揺られ、親友に今の俺もタバコ吸い、
今の俺は恋してない、柿食ってない俺の近くにカップルがいる、イチャついてる、俺 TK の気持ち分かる、これは俺の失恋、親父し昨日振られた、また新しい夢を見つけた、変わらなきゃウケケケケとか野心があって、今の私男に振られ親友に取られ、今の私はシンナー水飽きない、代わりに煮魚食った、今の私恋してるキーキー TS の気持ちよくわかる、私も同じ仲間、これでおさらば私の人生、これやばいよねこれやばくない、こっからとんだ可能性あるよこれこっからとんでる可能性あるよね、これは死ぬでしょ、この高さ、これすっごい高いので、欄干低い、はい、これ足すくむな、俺高所恐怖症、怖いでしょここで人生おさらばなと矢印、今の俺最高今の俺最高って感じ、これどう、何が最高なんだろうね、でね増えてたんだよな、何これ、平成9年5月7日、タカ&キヨの下着でクッキング、分かった、今の俺まマジ好きになった、フラレてか結婚してた、書きはない、昔からの友達とデート、今の俺これはしてない、今の俺希望に満ちてる、バッテンってことね、うん、これですね、このよくわからない、とにかくねここなんかねカップルがこうやって名前書いてんだよね、こういう感じで、なんかあんだろうね、ここに書くとなんか叶うみたいな、うん、俺とゴンちゃんと TW とモンキーとクールマイルドと、そんでもって二度目のチューなんてどう？かっこ笑い、ビバよくわかんねえんだわビバってよくわかんねえんだわ、センスがわかんねえんだよここの人たちの、まあいいか、まあ、この辺はいいわな、うん、一応そうなんだろうな、ここでなんかあれだな、こう愛を語ってんだろうな、うん、ほらこんな感じで永遠にとかもう別れてんだろうな、こんなのな、とっくに、うん、シンデレラって書いてあんな、うん、死んだって書いてあるぞ、なんだこれ、世紀を超えて1999年12月5日、これあれだな、多分1999年7の月を超えたから嬉しくって世紀を超えてって書いたんだろうなノストラダムスの予言を俺は超えてきたってことを伝えたかったんだろうなみんな超えてすごいでしょ、もうこんな感じでね、うーん、何これ、ずっと麦山、これ何て言うの、愛し様が好きだった、なんだこれ、誰だ、
この看板がなんかいい具合に人に見えたんだね。不思議だね、人ってさ。ここでもすごいんだよね、この橋。なんかくねくねしてて、ここ絶対死ねるよね。飛び降りはあんのかな。そもそもここはなんで心霊スポットなのか本当知らないんだよね。何年か前にあの配信してた時にリスナーさんがここ心霊スポットだよっつって来たんだよね。もう覚えてないんだよね。なんで心霊スポットなんだ。橋の名前は、なんだっけ、山のなんとかだっけか、書いてあるか、書いてない。あ、これね、多分これそう、あの山ビル対策のなんかだよ、これ。この時期はないだろうけど、うん、あ、書いてある、ほら、猿に注意、猿を見かけたら。あ、そう、森の架け橋ですね、ここは。何区？何区？何区？神奈川県厚木市。厚木。うん。厚木。どうなんだろうな。あ、いわく書かれてなかった。わかんねえな、じゃあ。俺にはわかんねえよ、そうなると。こっから見るとわかるかな、この橋のでかさ。すごい高いですよ、ここ橋。だからあのポエム書いた人が死んだ可能性あるよね。これなんだ？もういないじゃん。いや、多分いないね。うん。もういないじゃん。いれば絶対あの運営コメントで俺のことをディスってくるから。多分ディスってないから。なんか霊感感じるよね。うん。水の音かな。なんかね、あの水の音は声っぽく聞こえてんだろうな、多分。七沢自然教室って場所なら心霊スポットとして出てくるって。この公園の中にもしかして自然教室があんのかな。なんか出ちゃえばなんかいいんだよな。なんか出ちゃえばさ、いいよね。もう誘惑もクソもさ、
なんか出ちゃえばいいわ。うん。サーブ。緊急連絡先。結構歩きますね。これは広いもんね。ちょっとある程度にした方がいいよね。これさ、下降りれないのかな、こっちから。ちょっと状況見て引き返そうか。うん。ねえ、山入ってってんな、これ完全に山入ってってるよね、これね完全にこれ下降りれると思う？ただ登ってる感じだよね、これ下道ないよね。これ引き返そう。これ山入ってくだけだわ、多分。こんな山入ってたらだっていっぱい首つってんだろ下にブラン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 下がってんだろ。だって入ってったらそこもあるしさ、はあ、寒い。これなんで金カンカンカンみたいな。え、なんか鳴ってるよね。いや、もう鳴ってないけど、なんか鐘。カンカンカンみたいな。え？トイレって言ったらね、うん、違いました。俺にだけ聞こえてんの？うん、その広場行こう。うん、広場行こう。コンコンつって、はあ、寒いな。ああ、これ生垣きれいにされてる。照れるわ。うん、綺麗でしょこれ、生垣すごいでしょ。照れるわ。これ橋の方戻って、あ、そっから降りれる？そこ降りれそう？ああ、ここだ、出会いの広場。そういうことでしょ。この下、幽霊に出会うってことでしょ。ああ、そういうことか。そういうことだ。簡単だったな。
ゾクってきた。嘘。出会った。なんか一瞬ゾクってきた。出会った。なんか後ろからそこに立ってこっちを見下ろすような感じ。うん、マジで、うん。いるな。気配感じた。一瞬だけゾクってした。いるぞ。かなりさ、これ霊感ないですか。いや、いるよ。いるのか。うん。いるだろ。ちょっとあれなんですけどね。ちょっと待ってよ。僕たち霊感ないから。あるわ。ちょっと任せろ。これで。あ、化けたんすか。いや、これ強いよ。900が強い。え？いや、これ900はやばいって。どこっすか。あ、この右上の数字ですか。うん。900はやばい。ちょっとライト持てるこれ。ごめん。脇にね、挟んである。ほら、これ、あ、これ相当高いよ。だって、なんだっけ、活魚。はいはい。活魚でこの数値行くとこなかなかなかった。ちょっと待って、俺上上がってくるぞ。これ多分とんでもない数字になるぞ。これ上がってったら。1000超えんじゃねえか、俺。俺ら霊感ないからこういうのに頼るしかねえ。やばいやばい。やばい。全然上がらない。900やばいぞこれ。いや普通ね、普通300とか200とかで。あ、そんなに。あ、あ、ほらほら、一瞬だ、一瞬来た、今見た？一瞬来たよ。一瞬ビコンって来たよ。来てる来てる、一瞬来た。ほらほら、ああ、いる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 。このアプリ信用できるの？俺たちよりは信用できる。俺たち霊感ないから。俺たちよりは信用できる。ここだ、ここにいる、ここにいる、ここにいる。やっぱゾクってしたらそうなんだ。ここにいるわ。一瞬、あ、いなくなった。ここにいる。まだいるな。冬してんのか。冬してる。飛んでるな。来てる。ここだ。まさに。ちょっと一応除霊しとくわ。どうやって。すげえ腹なってますよ。低くなってる。低くな、ダメだ、変わんねえや。これ強いぞ。全然数値が変わらない。上がってますね。上がってる。むしろ上がってる。来ちゃってんじゃないですか。これお経食ってんな。マジっすか。お経食ってる。線香食うなら分かる。お経食ってる。写真撮ってみよう、うん。お経食ってるわ。完全。このまんまでいいですか。俺はこのまんまで。ちょっと写真撮ってみよう。この辺だよね、多分ね。ね、一時ちょっと空っぽかったよね。うん、あれ今ここになんかマーク出たよ。これ iPhone でマークが出るのって何？光？この辺ですよね。あ、なんか出た。じゃあこの光をあれしたのか、 iPhone が。あ、 iPhone って顔認証ないよね。いや、
と確かありますよ。あんの？確かね、画面をタッチするとそこに狙って、うん、顔認証のあの四角いやつ。タッチしてないよ。だって ここ押してたんだもん、パシパシパシって。あ、そうですね。うん。そこにいるわ。今俺多分撮った。レイ撮った。だってレイ撮ったよ。だってその出た時にパシャって押したもん俺。レイ撮ったわ俺。じゃあビデオでも出てる。出てるよ。俺ビデオに撮れてるよ。お曲ったレイ撮れたわ。だいたい24分から25分なんですね。やっと撮ったわ。全部さんで映像を確認してもらった。うん、撮ったわ。やっと。いや、ジュンさんのお手柄だよ。だってここでさ、なんかゾクッとしたっつったじゃん。後ろまるでそこで立ってるみたいにって。で今そこであのアプリ使って数値が出て除霊しようとしたらお経食ってパワーアップして、ああ取ったわ。アライトサンキュー。あ、はい、うん、持った、はい、どうぞ。はい、撮ったわ。やりましたね。これワンチャンあんぞマジで。写真後で見たらワンチャンあるぞ。なんか白っぽい点みたいなの。点みたいなの写ってました。写ってた。違いましたっけ。うん、やった。じゃあちょっと後で検証して。検証だ。え、ジュンさんなんかあんじゃない、そういうの。あの取り付かれるタイプでしょうね。ああ、じゃあ研ぎつこうとしたんだ。ああ、なるほど。多分。でも近くに心霊スポットヒーローがいたからできなかったんだ。俺に守られてるから。でもお経には強いタイプの霊なんだよ。食っちゃったからね。うん、そうですよね。旗とんこがついてくる女も途中でいなくなっちゃう、ね、そう。もうね、俺強いのよ。さすが心霊スポットヒーローやってるだけあって、強いの霊にどうしても来たな。うん、場所変えて、うん、もうちょっと待って。じゃあジュンさん何かあったら言って。うん、俺あの高性能の機械だけは持ってるから。あのアプリもすごいんだよ。300万すっからね、さっきのアプリ。300万すっから。うん、もう一個あるんだけど、それはなんかあのお金を払わないと広告が流れるんだ。ああ、ちょっとそれも欲しいし。うん、でもそれは広告流れちゃうからいきなりさ、うん、幽霊出たと思ったら広告が流れちゃうって。カードなんか嫌なのかな。ちょっと写真撮れ。どこ？カード？あ、まさにそこ？ちょっとじゃあライト持ってて。ライト当てない方がいいんですかね。いや、当てといて。ちょっと撮ってみんな、写真な。ちょっと撮って。画像には何でも出ないですけどね。今一瞬出てたよね。一瞬出てたよね。あ、出るな。なんだろう、これ。目の前にいますね、今。これ顔認証なの？これ認証、でもそれちょっと、でもこれで撮ってみようか一回。出るね。うわ、今大きくなったりちっちゃくなったり。うわうわ、何これ。ほら、ニューンってなるの。ライト動かしながらやってみましょうか。うん、どう、出ないですね。これは出なくなっちゃいましたね。あ、出る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 。あ、動いてる動いてる。え、これ本当に顔認証？何なのこれ。 iPhone って何なの。なんかズーム機能ですかこれ。これ照準合わせる機能ですよね。でもそれ普通出ます？何なのこれ。そんなはっきりしないですかね。何これ。なんでこんなに動くの。大きくなったりちっちゃくなったり。今しっかり映像で捉えてます。何これ。出たり消えたりしますよね。うん、iPhone の資格は顔なの。え、マジか。アピールしてんだ今。え、
ライブオンって何？ライブって何？ライブって何？ライブって何？腹減ったな。なんか好きやかなんか行こうよ。これライトを外したと思った。何これ、あ、出てますね。何これ。いや、あのね、ビデオカメラで撮ってくれてるから今。男の声がした。 俺じゃなくて。俺の声じゃないですか。左から2個目の上の丸、これライブ。ライブって何これ。これ ライブって何これ。これ何起きてんのこれ。俺の iPhone で今撮ってみ。音しないよ。何これ、これビデオ、何これ。あ、動画いらないよ動画。ビデオだから撮ってるとこれビデオで撮ってるっつってんじゃん。だからビデオ撮ってるっつってんじゃん今。あ、今前田さん、あの顔認証出ました、うん、出たよね。左側の方、左側の方、前田さんが、あの動かさないでいいですよ。動かさないでいい、うん、あの前田さんの今親指、左側の親指と、うん、スマートフォンの画面の、うん、端っこあたりにちょっと今ちっちゃくマスが出ましたね。なんだこれ、起きれないじゃんこんなんやってても。ちょっと待って、 あの出ちゃうけど広告が。こっちで一応こっちでも確認してみよう。ゴーストシグナルリクワイアド。いるわ、いるいる、いた、いた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 。年齢71歳、友好的精神。ここにいるね。これ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 幽霊、これこれこれ幽霊。これでも翻訳は有料なんで。翻訳は有料なんで。まだいるね。他にもいる。こっちか。こっちか。あれ消えた。ちょっと待って。消えた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 。ついた。ついた。ついた。ゴーストシグナルリクワイアド。ん？年齢921歳。なんか喋ってる。誤った魂。何のアイテムですか？誤った魂。うん。な、うん、これだ、このアプリやっぱダメだ。これな、うん、このアプリはガセだわ。うん。なんかじゃちょっと違う気がするもん。なんかふざけてる感じするもん。900何歳とかさ。そんなわけないじゃん、だって。うん。これ絶対違うわ。やっぱさっきの探知機能が、なんか信憑性ある。信憑性ある。うん。だって無料であそこまでできるからね。こっちはなんか翻訳は課金とか言ってさ、完全に俺の金を取りに来てるからね。うん、確かになんかこの嫌だね。
なんか何だろう、嫌な感じなんだろうね。いやでもさ、写真にしろビデオにしろ後で確認してたら、写ってたらちょっと嬉しいね。うん、いやなんか映ってたら嬉しいな。さすがだね、出会いの広場。うん、これかな、狭いな狭いな。なんだこれ、おっぱい4つ5つもあるんですよ。牛のおっぱい、牛のおっぱい。BBQ 今やってんのかな。ちょっとじゃあトイレがある広場の方に行ってみようか。いや、なんだこれ、紙皿だ。幽霊が多分残した紙皿だな。うん、昔さ、あの番町皿屋敷のあのお岩さんのお墓がある場所に行ったの。ああ、なんかこの手やってましたね。あれね、平塚の夜の街の公園の真ん中に確かあるんだよ、その場所が。うん、あ、お菊さんかに、ま、前に行ったのね。でお客さんに、何、お客さんに、あの今はねこう便利なものがあるんだよって、割れないねお皿があるんだよって、紙皿をねプレゼントしに行ったの。そしたら夜の街だけあって、 それをやってる俺たちをいろんな飲み屋の兄ちゃん姉ちゃんおばちゃんが周りから見てて、ちょっと我に返った。なんだこれ。子供はとりあえずで、なんだこれ、子供っすよ、ですよ。題名書いてあるんですか。駆けゆく母子像。え？駆けゆく母子像。駆けゆく母子像？うん、じゃあ下お母ちゃん？下お母ちゃん。これあれじゃないですか。おっぱいじゃない。これ顔だ、これ右腕だ。こういう風に走ってるんですね。うん、そうだな。うん、嫌いじゃない、うん、嫌いじゃないよ、うん、あ、電話ボックス心霊スポットじゃないのかな。
水、水だね。水だよ。霊が寄ってくるな。水が、水は霊が寄ってくるから。これここに寄ってきてんな。うん。滝だ。滝あるよ。カツカツの修行僧がこれ修行してる。してない。してるわけない。うん。してるわけない。あそこで修行僧がするわけないだろう。汚いね。これちょっと汚いね。バスクリンみたいになってるね。あ、ちょっと凍ってんな。ちょっと凍ってるよこれ多分。フクロウ？何？ほうほうほう。ほほ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 。ああ、分かってくれたか。分かってくれたか、よかった。はあ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 。こういろんな自然と動物とかが見れるところなんだ。素敵な場所だね。すごい、これ縄文土器とか作れたりとか。あ、野外か。あ、ちょっと待って、さっき言ってたよね、なんだっけ、七里と子供のなんとかだっけってところが心霊スポットで出てくるって言ってたな。もしかしたらあるんじゃないか、ここに。念仏山とかあんだ。あ、もう丹沢なんだ。結構広いですよね。あ、広いわ。これは広いわ。温泉あんじゃん、だって。七沢温泉郷のとこなんだ。温泉結構あんだね。ここも温泉だし。うん、あ、そうだ、七沢トンネルある、自然教室だ。ちょっと待って、これ七沢トンネルですよ。七沢トンネル、これ心霊スポット？あ、我々が止めた先のトンネルですよ。あ、そう、うん、あれ心霊スポットじゃんじゃ。止めたところから見える。七沢トンネルって聞いたことありますよね。心霊スポットじゃないの？違ったっけ、あれ山上トンネルだっけ。山上は有名だね、神隠しの。七沢神社と、うん、我々のとこ今ここですよね、うん、森の里。へえ、うん、すごいね、すごいとこいるんだ。そりゃ寒いわ。そりゃ寒いわ。あ、山上はね電波ないんすよ。
3G が入るか入らないかぐらいなんで、まあちょっと行ったところで配信できないし、トイレ下か？どれ？あ、本当だ。トイレ奥か。あ、それトイレだ。あ、それだからあれ、山ビル対策のなんか入ってるやつ、塩水だか酢水だか。クマ出んの？クマやめてよ。死ぬし。鈴の音なんてする？音。わかる。え、これ何？これもしかしてこれでケツ拭くやつ？これでケツ拭くやつじゃない？なんか俺なんか部族のやつで見たことある。靴べらみたいので、ケツ拭くやつ。わあ、綺麗なトイレ。わあ、素晴らしい。めっちゃ綺麗。気持ちいいよね。すごい綺麗。やって。みんなのトイレ。ちょっと見ていきましょう。今日はね、長沢公園のトイレにお邪魔してます。いや、結構ね、ドアは、あ、滑りがいいですね。普通ね、結構これ、この扉ですか？もうボロボロだと、なんかガコガコガコみたいなね、揺れも伴って開きにくいんですけど、ほんとここはね、すんごい、スーッと開きます。素晴らしい。じゃあね、中お邪魔していきまーす。あー、白い、綺麗ですね。掃除が行くと、鏡もピカピカだ。完璧ですね。おむつ交換台も真っ白。これなら赤ちゃんも安心です。あー、広さも申し、自分がない便器も綺麗。トイレットペーパーも予備が2個。で、2つもすでについていますと。あー、素晴らしい。ここだけじゃない。いいですね。こう、手洗い場所がね、ここにもあるし、ここにもあるし、かなり入る。これ何？ちゃんと置いといてあげよう。うん、素晴らしいですね。もう間違いない。こちら間違いない。あ、ここにもね、鏡ついちゃってる。素晴らしいですね。100点だね。100点です。あ、というわけで、本日、トイレ探訪の旅、長々と放送してまいりましたが、100点がまあ出たということで、本日放送ここまでとさせていただきたいと思います。引き続き、OPQ の方のですね、心霊配信の方お楽しみください。それではトイレ探訪の方はこちらでおしまいになります。ありがとうございました。ここでもなんか昼間にさ、ハイキングしに来る人なんかいるのかな、やっぱり。なんだかんだやっぱ丹沢って人気だもんね。こういうとこですか。うん。秋なんか来たら最高じゃないですか。あ、紅葉？紅葉。前田紅葉？
おーおおおタイムゾーン。なんでバレた。この水が白く見えるのは水道水を圧力送水したため気泡のためです。コップに入れれば間もなく透明になります。あ、空気が入ってるところだね。何を出さないよ。水は大切にしたいから。綺麗だねこれ、公衆電話も。開くも。開く。スムーズだ。スムーズに開くも。あ、素晴らしい。あ、でもただね、問題国内専用だね。海外には繋がらない。あ、プッシュボタンがね、大きい。素晴らしい。これそうなのね。今そのまんまダイヤルできるのね。あの警察とか消防救急。まあ、あの俺らの時代ってなんかボタンを押したじゃん。ボタンを押してからあれだったけど、もう今そのまんまダイヤルで SOS がかかります。赤ボタンないっすね。ないですね、赤ボタンが。ボリューム機能のスイッチだかな。スタートボタンとかリセットボタンがある。音符がある電話機もあるよ。灰色の公衆電話が音符とかついてたりする。まあぜひね、あのこれちょっと覚えておいてくれると、あれボタンどこなんて俺らの年代だったら探しちゃうじゃない。でもあのボタンがなくてもそのまんまダイヤルできる電話が今多いんで、はい、ね。海の事故の場合は118、ここじゃないけどね、山なんでね、海の事故は絶対にないですけど118っていうのもあります。災害時は171ね、はい、まあ、ぜひ覚えててくださいね。ああすごい、ストッパーがかかんだね。そうそう、若い子は公衆電話の使い方知らないと思う。俺なんてテレホンカードいつも入れた、もしもの時用に。スマホだからね。ステージなんてあんだね。ピクミック広場が小学校の近くにある。長めの丘、森のアトリエ、ほんと広いなここ。マスターコース今度行きたいね。ん？マスターコース、完全制覇のマスターコース。あれはちょっと制覇しないとダメですね。エンジョイコース、ブラブラコース、いろいろあんだね。マスターコース全部で2時間かかるんですよ。 3.5 キロすごいですよ。2時間かかんだマスターコース。ブラブラコースが30分です。おー、そう、ブラブラコースでいいかな。ブラブラも嫌だな。30分も嫌だ。もう30分歩いてると思うけどね、余裕で。苦労にも会えたし。そうだね。
まあ、というわけでもしかしたら写真かビデオの方に何かしら今日映ってる可能性はあります。何今のえ、聞こえなかった？なんか聞こえましたよ、ね、みたいなの聞こえたよね。これだ。猿かな。おめでとう。ほにゃ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 。猿かな。猿っぽいよね。よくわかんないから。よくわかんない鳴き声だから。猿。あのトンネルスポットなのかね。綺麗なトンネルだよね。でもね、にゃーっつってたよね。猿だな。多分猿だよ。帰ろう。すき家行こう。すき家ラーメンないもんね、この時間。時間的に。というわけでちょっと残念だったな。あの警備員さん、とりあえずリベンジだね。警備員さん、山岡屋だったって。だってこの近くに山岡屋なんかあったっけ。山岡屋は24時間やってると思うんで、あれば。一応今日の状況を皆さんにお知らせしたいと思います。今日はですね、女性の幽霊が出るという電話ボックスがありまして、そちらにですね、1月に行った時にそのすぐ真横のところで警備員さんが、工事のあのために警備員さんがそこに立ってる状態で、でその人に、そこの電話ボックスに女の幽霊が出るんで見といてくださいって話をして、でちょうど1ヶ月ぐらい経ったんでその人に話を聞きに行ったところ、どうも土日はやってないみたいで工事がいなかったんですね。なので一つの目標である警備員さんに女性の霊が出たか話を聞くっていうのがちょっとできなかったんで、それは今度、3月の18から19まで工事やってるみたいなんで、それまでの平日にちょっとリベンジして、女性の幽霊が出たか、話を聞きにリベンジしたいと思います。でもう一個が、虹の大橋の方に行って、自殺者の霊を止めるという配信だったんですが、まあ自殺者の方は良かったことにいなかったので、はい、その代わり魚のね靴を履いた子に出会ったりとか、奇てれつな場所でしたが、はい、でちょっとまあ残念な感じで配信がやってたんで、もう一件ということで、公園の心霊スポットに来てみたところ、じゅんさんがちょっと後ろになんか威圧感を感じる場所で、もしかしたら霊が取れたかもしれない可能性があるかもしれないということで、
ちょっと期待ですかね。はい、そんな感じで、本日の配信は終わりたいと思います。飯食います。腹減ったわ、飯食います。あ、お疲れ様でした。お疲れ様です。また会いましょう。